こんにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日は、先日発売された、OpenTX 送信機、ジャンパー T12 の、操作モード変更チップスをお送りします。この T12 送信機は、OpenTX が動作する送信機で、最もコストパフォーマンスに優れてます。実は、すでに2台ほど OpenTX 機を所有しているのですが、重度の新し物好き病が発症し、買っちゃいました。というわけで、最初基盤を入手したのですが、モード2だったので、モード1に変更したいと思います。まずは分解。裏蓋を開けるために、モジュールを外したり、ビスを抜いたりしましょう。ビスを抜き終わったら、ショルダー部にある2つのスイッチ蓋を取り外しますが、いわゆる、はめ殺し構造の蓋で、がっちりとはまってるため、爪なんかで外そうとしたら、確実に怪我します。というわけで、こんな専用ツールを使います。ギターピックでもいいかもしれません。裏蓋側の隙間に差し込んで、こじ開けるのですが、隙間がほとんどないので、ちょっと大変。そこそこ力をかけないと差し込めないので、手のひらにスティックが刺さって痛いです。パチンとなったら成功です。完全には取り外さず、正面側のハメは残しておきます。バッテリーを抜き忘れてました。テヘペロ。良い子は最初に抜いておきましょうね。左右側面のポテンションメーターのダイヤルも外します。初めて基板を眺めるので、いつもの通り基板パターンを読んで血栓状態を確認しています。テンテンテン、ピコーン。この血栓なら左右のスティックモジュールを入れ替えるだけで OK なはず。というわけで、モジュールが止められている4本のビスを抜きます。接続しているリード線は線を引っ張ったりせず、コネクタを掴んで抜きましょう。さて、左右のスティックモジュールを入れ替えて、早速装着します。特に悩むところはないと思います。そのまま装着して、ビス止め。コネクタも装着。スティック上下動作で動く、ポテンションメーターのリードを、手前側コネクタへ。左右動作で動くポテンションメーターのリードは奥側コネクタに差し込みます。リード線がスティック動作の妨げにならないように動作確認しておきましょう。なお、両ジンバルともリード線は上下ポテンショが手前、左右ポテンショを奥に取り付けです。
ついでに、スティックがセンターに戻るバネのテンションを調整しておきます。いい感じ。私は軽いのが好きなのです。さて、側面のダイヤルをポテンションメーターに取り付けます。あれ、なんか向かって右のダイヤルが回らないぞ。やあ、ダイヤルのギザギザがシンバルの角に噛んでるぞ。左右のシンバルは同じものだと見誤りました。この角の部分が斜めにカットされていたスロットル側のシンバル、それに比べエレベーター側のシンバルはカットされてないのです。この部分がダイヤルと噛んでるんですね。仕方ないので当たってる角を削ることにします。またもやシンバルを外します。削るところはスティックテンショナーの指定なのでビスを抜いてパーツも抜き取っておきます。テンショナースプリングを引っ掛けているパーツは外さないで持ち上げて避けておきます。セロテープやマスキングテープを使ってスティックを浮かせ作業開始。お約束ですが、カッターナイフを使って削りますので刃物の取り扱いには十分にご注意ください。このステーの3分の2くらいまで削ればダイヤルに干渉しなくなります。削り作業は完了。避けておいたテンショナーのパーツを元に戻し、送信機のボディにシンバルを取り付けます。ダイヤルを装着して動作テスト。噛んだり、干渉したりしなくなりました。それでは、ビスを止めて蓋を閉めていきます。次はソフトウェアの設定を行いますのでバッテリーをつなげます。最初の起動で出るスロットル警告は軽くスキップして、カーソルキーの左ボタンを長押しし、ラジオセットアップメニューを表示します。上ボタンを1回押してメニューの最後尾にあるモードの設定を2から1にします。
入れ替えるとまたスロットル警告が出ますので、何かキーを押してキャンセルしてください。そうそう、左右のスティックモジュールを入れ替えているわけなので、今一度スティックキャリブレーションが必要ですね。スティックキャリブレーションは右を押していき、9番目のメニューにあります。まずエンターキーを押してキャリブレーションを開始します。次にスティックやスリーポイントスイッチを中央に合わせてエンター。ショルダーの2ポイントスイッチと側面ダイヤルはどのポジションでも大丈夫です。私はショルダースイッチは奥へ、ダイヤルは上いっぱいに回した状態にしました。エンターキーを押したら各スティックとスイッチ、ダイヤルを操作して最大最小の値を送信機に覚えさせます。最後にもう一度エンターキーを押して終了です。右スロットル化が完了しました。ちなみに右ダイヤルを最小時に中央値でなく最大値で使うには、ラジオセットアップメニューの8ページにあるポット S2 をポット WZ からポットに変更します。 OpenTX は複雑ですが素晴らしいファームウェアです。存分に楽しみましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。